皆さんこんにちは、ジーソーレゴブルーだ、ヒラヒラ。はい、今回紹介するレゴはこちら。はい、こちらレゴスピードチャンピオンケーニングセグジェスコです。はい、今回はこちらを組み立ててレビューしたいと思います。はい、こちらは2021年に発売されたレゴスピードチャンピオンです。はい、外箱はこのようになっていて、ちなみに今回造形がめちゃくちゃかっこよかったので、ジャケ買いしました。確かケーニグセグは作ったことはありません。箱の後ろはこのようになっています。こちらの定価は2780円で、ピース数は280個です。では、こちらのケーニグセグジェスコを組み立てます。はい、まずは組み立てが終わりました。では今からこちらのシールを貼って完成させます。せーので、完成、ケーニグセグジェスコです。はい、シールを貼り終えて完成しました。ちなみに組み立てにかかった時間は全部で50分で、シール貼りに5分かかりました。いや、ケーニグセグジェスコめっちゃかっこいいですね。これはほんとジャケ買いして正解でした。まず付属のドライバーのミニフィグから言いましょう。今回はダークグレーを基調としてます。はい、全体をぐるっと見るとこんな感じで、後ろにはケーニグセグのロゴがあって、でさらにこれすごいのが、ちょっと見えづらいんですけど、胸のところにケーニグセグと書いています。こういうところのこだわり、さすがレゴスピードチャンピオンですね。でヘルメットがありますので、ヘアパーツを取り替えてこのように取り付けることができます。はい、続いてはこちらのケーニグセグジェスコを見ましょう。もうこれすごいかっこいいですね。僕が今まで作ってきたレゴスピードチャンピオンの中でかなり白を基調としています。側面はこのようになっていて、側面の青色と黄色の部分なんですけど、これは実写版のこの部分を再現しています。あとこの薄緑色のところや正面のこの部分も再現されています。はい、全体をぐるっと見回すとこんな感じです。では近くで見ましょう。まずこちらがフロント部分です。ヘッドライトはシールで再現されています。僕個人的に言えば、このグリル周りの造形がすごい細かく作られていて、とても好きです。はい、操縦席はこのようになっていて、ハンドブレーキまでしっかりと再現されています。はい、そして後ろ側はこのようになっています。このジェスコのプリントパーツめちゃめちゃいいですね。後ろのライトについては赤いタイルパーツで再現されています。まあ個人的にはクリアパーツを使って欲しかったなって思います。そして僕個人的に作って思ったのが、このウィングの作りがめちゃめちゃ素晴らしかったです。作って思ったんですけど、ところどころこうやって再現しているんだっていうところが見えてるのが、さすがレゴスピードチャンピオンだと思います。タイヤがついてますので、このように転がし走行で遊べれます。今回も結構滑らかに動きます。続いて付属のスパナがあれば、タイヤのホイールを交換することができます。ホイールの交換の仕方はいつもと一緒で、まずスパナでホイール部分を押して、付属のホイールをつけてもう一度取り付ければ、はい、これでホイール交換の完了です。ちなみにホイールは全部で2種類あります。続いてはミニフィグを登場させます。登場のさせ方はいつものレゴスピードチャンピオンの車と一緒です。まずこのように乗せて、でもう一回つければ、
はい、これで登場完了です。では最後はいろいろと比較しましょう。まずは同じ白ベースの日産 GTR ニスモと並べるとこんな感じです。大きさについては GTR ニスモの方が大きいです。幅についてはほぼ一緒で、横幅は一緒なんですけど、やっぱ全体的な高さは日産 GTR ニスモの方がちょっと高いです。じゃあ続いてちょっと造形的に似ている、はい、こちらフェラーリ F トリビュートと並べるとこんな感じです。まあやっぱ個人的には造形はまあちょっとと似てますね。横幅については今回組み立てたケーニグセグジェスコの方がちょっとだけ長いです。はい、レゴスピードチャンピオンケーニグセグジェスコはこんな感じです。はい、ということでレゴスピードチャンピオンケーニグセグジェスコを組み立ててレビューしていました。このケーニグセグジェスコの造形なんですけど、実際のものに近いように作られていて本当に素晴らしいと思いました。はい、以上ヒロゲーでした。ありがとうございました。はい、動画を最後まで見てくれてありがとうございます。僕のチャンネルに登録していただくと最新の動画がいち早く見れます。チャンネル登録や熱い高評価どうぞよろしくお願いします。それでは次の動画でお会いしましょう。ほんならー、イエーイ、ははははは。